お疲れ様。この前時間なくてレッスンできなかった、あの、ヤバイゼンのあそこなんだけど。これは、あんまりそのギャップを感じすぎちゃうと、上に上がった時にイッていっちゃうから、あの、できるだけ同じラインで、ギャップを感じると、ちょっとこう、俺、そーってもう2個目ぐらいちょっと上がりにくくなっちゃうから、同じラインで、できるだけいくように。スラーでそのまずギャップがないようにちょっと練習してみてください。こんな感じで、ちょっとやってみてください。でゆっくりからゆっくりから、うん、やっていっていいから。でそのできるだけそのガッてこう下げて上げてってアンブッシュのチェンジを意識しないように。うんとか、あの、狙ってやると、その、多分ずっとできないまま、あの、になっちゃうから、あの、音程をしっかりソルフェージュして、この音程をキープするのと、その高さが、ポッポッポッってあんまり変わらないように、ちょっと意識して、頑張って触ってみてください。ということで。